今日の練習もみんなすごく気持ちが入ってた。活動方針が見えてきて気合も入ってるものね。私も置いていかれないようにしないと。あ、赤信号だわ。人が多いところで立ち止まりたくないんだけど。モデルか。もし続けてたら事務所探しの助けになったのかしら。モデルの知り合いに相談した時の反応ももしかしたら違ってたのかな。ねえちょっとしずく、何ぼんやりしてんのよ。え、あ、愛理ちゃん、さっき別れたのにどうして。ほらこれあんたのでしょ。あ、私のタオル？屋上に置きっぱなしだったのを拾ったんだけど、学校出るときに私忘れちゃったから。それでわざわざ。ありがとう、愛理ちゃん。どういたしまして。っていうか、しずくは何してたの？信号青になったのに渡りもしないで。あ、青になってたのね。考え事してて気づかなかったわ。何のんびりしてんだか。まあおかげで追いつけたけど。ほら信号が赤になっちゃう前にさっさと渡るわよ。うん。それで考え事って言ってたけど何考えてたわけ？モデルを続けてたらか。うん、みんなの力になれたかもって思ったんだけど。バカね。ありもしないもしもの話でそんなに悩むもんじゃないわよ。私たちは次に向かって進み始めてるのよ。だったらもうそれでいいじゃないの。うん、そうなんだけど。それにあんたがやりたいのはモデルじゃなくてアイドルなんでしょ。うん。ならその気持ちを一番に考えなくちゃダメよ。そうだよね。もう一度聞くわよ、しずく、あんたはこれからどうしたいの。愛理ちゃんやみのりちゃん、はるかちゃんと一緒にアイドルをやりたい。4人でモアモアジャンプとしてアイドルになりたい。だったらもう過ぎたことを悔やまない。もっとドーンと構えてなさい。ドーンと。そうよ、だって私たちがついてるんだから。そうだったね。ドーンと構えるようにする。よーし。あ、でも青信号なのに進まないのはやめなさいよね。後ろにいる人とか困っちゃうでしょ。気をつける。それじゃあ今日は動画を撮るための前段階として勉強がてら動画サイトをいろいろ見てみるわよ。まずはアイドル関連の動画からだね。と言ってもそれだけでもすごい数だろうけど。はーい、じゃあ早速検索っと。私もやらなくちゃ。
動画を検索するにはここを。あら、動かない。もしもし、スマホさん。じゃあ、相変わらず機械がダメね、あんたは。ああ、もう動画サイトを開くところにすら行ってないじゃないの。はい、動画を検索するにはまずここをタップ、それから調べたい単語を入れて検索ボタンを押すの。なるほど、ちょっとやってみるね。でもどんな言葉で検索したらいいのかしら。そうね、みんなと同じ言葉を使って検索しても同じ結果しか出ないし、とりあえずアイドル関連で雫が思いついた言葉を入れてみたら。アイドル関連は？それなら、すごいわ、愛理ちゃん見て。何？いい動画見つけたの？うん、ほらこれだよ。みんなお待たせ、バラエティアイドル仮面ハッピーエブリデイ、ここに参上。ちょ、な、何検索してんのよあんたは。ハッピーエブリデイで検索したんだよ。そういうことを聞きたいんじゃなくって。あ、この番組名前は聞いたことあるけど見るのは初めて。私は毎週見てたよ。これに出てるアイリちゃん、いつもかっこよかったな。そうかしら。でもこれは参考にならないから見る必要なし。っていうかこれきっと規約違反よ、通報しないと。ちょ、動画を検索しただけなのになんだかどっと疲れた気がするわ。あ、みんなこれを見て。3分でできるかなシリーズ？うん、新人アイドルの子がそれぞれお題にチャレンジするんだけど、チャレンジの過程や結果に性格とか個性とかが出て面白かったよ。歌とかダンスだけじゃなくてこういう企画をやるのは私たちも見てる人も楽しめそうね。そうね。じゃあこの調子で参考にできそうな動画を探していきましょう。うん、そうだ。みんなお待たせ、バラエティアイドル仮面ハッピーエブリデイ、ここに参上。ちょっと、なんでまた再生してんのよ。止めてたのに不思議ね。ストップっと。みんなお待たせ、バラエティアイドル仮面ハッピーエブリデイ、ここに参上。あら、何してんのよ。ほら貸してみなさい。大丈夫だよ、きっとこっちを押さないといけなかったのね。はい、みんなお待たせ、バラエティアイドル仮面ハッピーエブリデイ、ここに参上。あらもういいから貸しなさいってば。